はい。で、今日も前回に引き続き、はい、番外編をね、はい、見ていこうと思います。なんかちょっと滑舌悪い。あれ、キモを撤去したんだ。まあ、川だからね。そうなるわな。確かにね、もう足場が崩れたらもう一巻の終わりやわ。ねえ、丸太の上に乗ってる以上はな。ですが。やっぱ水かかって寒いのか。やっぱりね。なんか私も人のこと言えないんですけど、結構壮大なくしゃみをするもんですね。おい。ん？後部さん、どうしたの？なんか考えがあるの、後部さん。おお。おお。ああ、前言ってた温泉？おお。ほんまに作ったんや。すげえ。うん。渡部さんらしい発想やなって思ったし、ねえ、ここまで大きいの作るなんてもう中学生がやることじゃないでしょ。もうすごすぎやろ。もう渡部さん何円くらい持ってんだよ。でもどうやって作ったのかが気になるけど。ねえ、そんぐらい結構広いね。うっと。え？飛び込もうとしてんの？いやいやいや、タリスさんの体で飛び込んだらさ、もうビシャンだよ、ビシャンだよ、ほんとに。ほら、やっぱり。おいしょ！あ、まだ湧いてないんだね。な。え？ああ、だからか。あのな。ねえ、アトビさん、それを先に言ってほしいよね。たく。そうか。いや、まずはそれを探さないわけには。うん。ん？野球さん、なんか思いついたの？ん？やれやれ。あー、確かにね。はあ。やっぱメガネが曇る問題多いな。確かに突っ込むべきなのかそうじゃないのかっていう。ねえ。ね、特にタニシさんね。でも後部さん、よく考えたよね。さあ。いや、中学生が作るにしては優雅にも程があるわ。はい、はい、これにて第5章は見納めってことで、はい、あれ、ここ別荘か。はあ。ねえ、結構ね、もう初めの頃からしたら結構綺麗になったね。だな。確かにね。もうここ来たばっかの時はめっちゃクソ廃墟っぽかったし、だって雲の巣も湧いてるし、ほこりまみれだし。でも中学生たちよくやったよ。いいですね。
中学生が作ったの。まあ後でちょっと遡ってみます。へえ。あーなんか六角柱の人が言ってたような。あーへえ。ねえ、それを考えると中学生たちようやるなって思うかな。ただ料理に関してはねえ、乾さんはやめといた方がいいかもしれませんが。はい。ええ。ああ、特にアトベさんらへん結構向いてそうだよね。おいおい。でもそういう人がもう出るかもしれないよ。まあアトベさんは一番期待できるよ。ふふふ。はい。うん、確かに部活だけでもね。ったく。あ。イエーイ。菊丸さん。今頃何を。あー目隠しね。もう始めた時よりか余裕そう。だな。そうだね、みんなね。ああ。ああ、あれ体幹を鍛えてたのね。ああ、確かになんかアトベさんらへんが予測で言ってたような気がする。そうだね。うん、確かにバランスとかこういうのはね、もう求められそうな感じではありますが。でも、うんうん。な。やっぱ知らなかったんだ、中学生たち。そういや、いちくんって言えば何？ん？何？あー、うん、まあ言われてみれば。丸井さん用意は。確かにその通りなんだけど。はあ、うーん、まあはあ、まあそれはその時と場合によるんだろうな。多分だから、まあそういうことですよね。だな。うん、でも思いつくのは丸井さん。にゃふふ、確かにね。いやー、あ、どうした、何こんな大声で叫んで。ん、あ、確かに何があった。はい、あーやっぱりこういう構成ね。うん、最後の終わり方からしてこういう予測はついてたよ。はい、で今回はまあこれで以上にいたします。はい、
チャンネル登録と高評価まとめてよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。